かに満ちたかっていうね、まあ、これもやはり2020年組ということであの年だったのかとい う、ね、甲子園のない年で取った高校生の選手が数年後また来年に出てくるのかなという。おピッチャー返し、チーム3本目のヒットはピッチャーのガンケルです。フラフラっと上がってライトの前に落ちました。なんと高橋遥人、今シーズンの初ヒットが今日のチーム初ヒット。最後は右手一本。よく届きましたね。ねえ、そうですよね。非常に。いやその意思は見せていました、はい、その通りに捉えました、まあ、でもまあこれはねやっぱりその青柳の、はい、なんていうんですかね、この気持ち、まあ、ピッチングもそうですし、このバッティングに対するまだこれでもなんとか打ち返して点取るんだっていうね、はい、でもやっぱりこういう勝負になってきた時にこういう気持ちが大事です。なるほど、はい、はい、3-2矢野監督は続投を決断しました。三遊間深いところ、吉川尚輝一塁サードオーダー、青柳も懸命に走って一塁はセーフです。こういうスイング、バッティングを見せてくれたんですから、はい、これは今私そういう話をしたばっかりですから、うん、すごくボールが、はい、いいボール、一二塁間を破りました。青柳打って満塁セーフです。ライトゴロにはなりませんでした。ここは青柳センターに持っていった。ここは青柳ヒッティングセンターに持っていきました。点をもらった後のスアレスのピッチングです。おっといい当たりだ、ライトの前に落としました。ノーアウトランナー一塁、ピッチャー青柳が自らヒットを放っていきました。何か今日は青柳もマウンドでもそしてこのバッターボックスでも気迫を感じます。今シーズン5本目のヒットです。来たんですね。今日は張り上げさんです。おお三遊間、青柳つなぎました。ツーアウトランナー二塁一塁、急から思い切っていきましたね。そうですね、まあ、今年のタイガースって本当 2アウトから得点するケースやっぱ多いんで、はい、まあ、本当にこうツーアウトランナーなしからでもこういう細かいことってバスター抜けていく、一塁ランナーは三塁に到達しました。してやったりという阪神タイガースベンチです。まあ、左のピッチャーというのはまず左バッターを抑えることから。ショートエスコバー、これはおっと今日はどうしたんでしょう。エスコバー、もう記録はヒットとエラーです。レフトへ伸びていく伸びていく伸びていく、ヒットになります。やはりバッティングいいね、バッティングがいい秋山。タイガースとはこれで9本目のヒット、2桁安打まであと1つとなりました。いやこのこっちの方向の打球が秋山伸びるんですよね。伸びるしね、やっぱりいい打ち方してるんでしょうね、詰まっているがライトの前に落ちる。バットが折れたような音がして、今一塁を駆け抜けた秋山がかなり手が痛そうに顔をしかめていますが、
やはり秋山にヒットが生まれました。そうですね、もともとバッティングのいい投手ですからね、はい、ですけれども、まあ、左手を振ってたので、はい、まだピッチングには影響は少ないでしょうかね。そうですね、はい、なるほど。やっぱり総合と1回の攻撃良かったですね。ツーアウトランナーなしで秋山、もう触れないと思うんで、と左中間に打ちました。ファル、うん、これ外れました。これでフルカウントです。こうやってピッチャーが粘るとあのベンチの雰囲気も上がるんじゃないですか。ねえ、あ、ピッチャーが粘ってるんだからという。もう10球投げさせたら査定がプラスですよ。なるほど、査定がプラス。査定がプラス。さらに査定が上がる。センター前ヒット。秋山粘って粘ってセンターにヒットを打ちました。ツーアウトランナー一塁です。まあ、流れリズムみたいなことを岡田さんもおっしゃいましたけど、そういうものをやっぱりこういうところで崩していくということなんですかね。やっぱりピッチャー投げづらいのかな、なんかね。上がってきてるんですよね、はい、左方向に持っていったピッチャーの秋山ヒット。先ほども外側のボールに反応してましたし、まあ、フォークボールにね、あの反応して、これはストレートね、バッティングはいいの分かってるんですけど、はい、キャッチャーですから。おっと、これが高いバウンドで三塁の頭を越えていきました。皮肉なものです。ツーアウトランナー一塁です。秋山今シーズン2本目のヒット、ツーアウトからヒットが出ました。まあ、ただこの辺はもう計算できるものでもないし、はい、期待を込めてというわけにもいきませんので、ね、もうね、ピッチングにもいい効果があるんだというふうに話をしています。その西の打球どうか、抜けていく。ホームに帰ってきます。追加点、バッティング大好き西がこのキックからタイムリー。いやー、この1点はちょっとね、いただけないですね。ど真ん中ですね、はい、2者連続三振に切って取った後にヒットが2本続きました。ありましたし、ここでもしっかりと西まで回しましたね。いや、本当そうです、大きいですよ。これはしかも抜けていきました。西のヒットになりました。チャンスが広がりました。だからもちろんね、西選手で終わっても、はい、素晴らしい仕事でしたし、こうなればこうなったで近本選手ですからね。そうですね、はい、でも西選手ってパリーグにいた選手なんですけど、バッティングいいし、バントいいし、上手いし、そうですね、はい、シーズンオフに、おっと怖い当たりだ。西の当たりはレフトに飛んでいる。どうだ、入るか、入った、ホームラン。阪神タイガースの開幕第1号は開幕投手の西。笑顔がはじけます。タイガース矢野監督はじめベンチの面々、引っ張ってスタンド、記録はヒット。の近本詰まった当たり、セカンドライトの前、ライト前ヒットです。まあ、重要に考えた方がいいと思いますね、おー、いい打球か、レフト前に取っていましたが、その後ろ西の打球はレフトオーバーです。いや、西もバッティングいいんですよね、いや、バッティングいいんですよ、かなり前目に取ってましたんで、軽々とレフトオーバーになりましたが、はい、まあ、その後オリンピックの中断期間がありましたけれども、
フラフラッと上がって一塁の上フェアです。西がヒットで出塁をしています。ワンアウトランナー一塁です。はい、自分の判断思ったことは必ずそう実行するというか。ダンケルが左中間破ります。来日初安打、ツーベースヒット、ワンアウトランナー二塁です。いや、亀山さん、お話途中だったんですが、びっくりしましたね。びっくりしましたね。小畑君同様、スイングの癖がないですね。癖のないスイング、はい、シンプルに振ってるけど、すごく綺麗なスイングしてますよ。いや、これでまた慌てるんじゃないですか、はい、逆にジャイアンツのバッテリーがね、こんなはずじゃなかったので、はい、まさか近本君のところで、ベンチから外している矢野監督です。セカンドの左を破ってきました。ヒット、ガンケルヒットで出塁。前回登板も畑からツーベースを打っています。ガンケル、ロクさん、実はバッティング面では、はい、昨シーズン 3A でこの人10打数5安打5割2本のツーベースというね。そうですか、はい、実はバッティング良かったんですね。そうですね、はい、いい当たり、センターの上空を襲う、なんと自らチャンスメイクだ。ガンケルツーベースヒット、先頭打者で出ました。ガンケル、思えば前回のスワローズ戦でも3回先頭打者でヒット打って、そこからなんと5点呼び込みました。これがあったからですかね。いや、これはちょっとびっくりというか、すごい打球でしたね。またさすがにこれはちょっと予想にしてなかったですよね。センターの横ヒットになりました。ガンケル今シーズンの初ヒット。先頭打者でガンケル、話をしていた矢先から赤部さん、ヒットが出ましたガンケルね。いやいや、もうやる気満々ですね。はい、はい、ですからまあ今ずっとストレートでねカウントを取っていって、最後もエコになってしまうのかなと思います、はい、ウォーガンケルのバッティングはセンターの前、ワンバウンドヒット、俊足の桑原ですが打球その前に落ちました。ガンケルのヒットです。おっと、そうセンターへのヒット、ガンケル打ってきました。これは失礼しました。3本目のヒットになりました今シーズン。ガンケル、2ボールから打ちました。4点勝ってる、今の自分のこの、センターの前、ガンケルにはこういうバッティングがあります。ノーアウトランナー一塁です。いいバッティングですね、はい、ちょっとね詰まりながらも、いい当たり、プロセット、伊藤正史にもヒットが出ました。なんとなんと、スタンドは大騒ぎ、ベンチの方に渡しに行きました。伊藤将司プロ初ヒットのボール、タイガースベンチに渡りました。矢野監督もこの表情ですけれども、まあ、はい、ピッチャーですからね、まあ、そうですね、はい、ただバッティング、これいや、ナイスバッティングですよ、ナイスバッティングですよね。30でも50でもしたらいいですよ。いや、これヒットになります。セカンドの頭上を越えていきました。いや、チャンスを広げるヒット、ここ打ちました。大ピンチになったですよね、うん、
詰まってるんですけども、バッテリーからしたらここもまた追い込みながら、しかもピッチャー相手にヒットを打たれるという形ですからね。その前までね、はい、長く持ってたのに、ジャイアンツ打線に得点は許していません。この後のマウンドも託します。三遊間抜けていきました。高橋遥人にヒットが出ました。ワンアウトランナー一塁です。打者としての姿のイメージもありますか。はい、まあ、通算成績でいうとそんなに打つバッターではないと思うんですけど、はい、おこれも打っていってヒットになった。センターへヒット。尾形が三塁回ってホームに帰る。ピッチャー高橋遥人のタイムリーヒット。追加点は高橋遥人のバットから生まれました。なんと野手ではなくピッチャー高橋遥人がタイムリー打ちました。常に気になるんですけどね、高橋の場合はね。三遊間抜けていきました。ここはヒット、タイムリーヒット。三塁ランナーホームイン。高橋が自らのバットで今シーズン初打点を挙げて6対0。まあ、こういうあのいいことは青柳に続いてというね。そうですね、はいはい、自らのバットから、ね、エースで4番という言葉あるようにいいピッチャーはバッティングもいいはずなんですよね。外のボール、サードゴロ、おっと、お手間の下、一塁送球も落ちて、記録は内野安打です。藤波のバットからタイガース待望の1点。これが38イニングぶりの得点になりました。サードゴロ前への当たり、村上がその打球なんですがきっちり飛びましたが、ここでこのボールを掴み損ねました。ホームに投げられず一塁送球、この送球も逸れてしまいました。内野安打ですか。記録内野安打。結果藤波のバットから藤波のタイムリーヒットということになりました。まあ、藤波がね、あの投げる時ってあまり点が入らないんで、自らやっぱり1点取ったっていうことはね、大きいんじゃないですかね。アルカンタラです。ライト前ヒット。二塁ランナー三塁を回った。浅い守備位置からのバックホームセーフ、ホームイン。前は1試合に登板しています。おセンターに抜けていきます。ピッチャーの村上、前田さんも思わずおっという声が出ましたがそうですね、はい、まあ、あの初スイングじゃないですか彼の。そうですね、でもね、だから、まあ、構えはね見てもまあそれほど悪くない構えでしたからね、はい、まあ、スイングを見たんですけど。ただ野村にとってはここで切っておくか、それとも一番に戻すか、まあ、そうですね、まあ